おはようございます。2024年10月7日月曜日の朝です。今日の体重は 65.40 でした。体脂肪率は 38.2% です。おはよう、あきらちゃん。今日の天気は寒い、そして曇りでございまして、なんか雨が多分降ったのかな。道路は乾いてますけど、なんかそんな匂いがしますね。でもね、風ないのになんかもう空気が寒いですね。そろそろ雪虫も飛び始めそうな気温になってきましたよ。はい、そんなわけで今日はね、午前中のうちにアロマララクの方にですね、ご予約、お客様のご予約いただいておりますので、準備してやって、午後からちょっとねお出かけしてとか、なんかいろいろありますのでですね、ちょっといろいろやっていきたいと思います。ではまず最後飲みます。今日の朝ごはんです。今日は目玉焼き、なんか残ってた豚肉、あとは白菜のサラダとトマト、パンで食べます。はい、お出迎えの準備できました。まもなく来ます。はい、今日はあーちゃんが来てくれてました。ありがとうねエリコロの動画。じゃあ今日はなんとお兄ちゃんの秘密基地に招待されました。まやさんもいるよ、わーい。今日のお昼ご飯は肉食べます。みんなで、あーちゃんはおにぎり握ってます。すごい、この火を操っているのがあーちゃんだよナスもぷよんぷよんだよ。あ、おいしそう開けます。うわ、トロトロだ。うわあ、うわあ、すごい、ほらすごいよ一人でもすごい、そこで、それうわー、食べます。海鮮タイムに突入だよ。美味しい焼き肉いっぱいいただきましてですね、ちょっとね休憩でシエスタ来ましたよ。行きます。ホットコーヒーエンジェルブレンド飲みます。グローブ寄ります。はい、というわけで今日も一日が終わりました。ということで今日はですね、午前中のうちにアロマララクの方にね、自宅サロンの方にあーちゃんがね、施術しに来てくれましたけれども、あーちゃんはねシエスタのお兄ちゃんの奥さんなんです。それでね、シエスタの私出張サロンもやっていて、そっちでね結構ヘッドとかねハンド何回かやってくれてたんですけども、今日はね初めてうちのねアロマララクの方にね来てくれて、それでなんでうちでやったかというと、今日ねもともと頭とかで頭痛持ちとかなんですよね。で結構肩とか首とかもいつもバンバンに張ってる感じだったんですけど、なんかちょっとねこの間ヘッドやった時にちょっとね背中の方とか触らせてもらった時ね、すっごい肩甲骨のね内側がねなんかガチガチになってたからね、ちょっと背中一回やった方がいいかもねとかって言ってて、それでね来てくれました。でだいぶね軽くなったって言って帰ってくれててよかったですね。でなんかねもうやってる時から背中のなんていうのかな、そのやってる時に厚みみたいなものがぐん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 ね流れていくのが分かるくらいすごいねまあ若いからねあーちゃんね、だから流れやすいっちゃ流れやすかったかもしれないけどね、すごいどん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 ね滞りが流れていくのがすごい分かるのからね、私もすごいやりがいがあってね楽しかったですよ。そう今日はだから背中でねうちの方に来てくれました。はい、そしてその後になんだっけお兄ちゃんのねお家に焼肉に誘われて行ってきました。で私とねあとマヤさんもね、うちの旦那さんとマヤさんとね3人でお呼ばれして行ってきたんですけど、この間実はねそのシエスタでコーヒー飲んでたの、マヤさんと私と
で、旦那さんもその時いたんですけど、そしたらその日はちょうど夕方から安平町のね、主催、団体というかね、飲食店のね、団体みたいのがあって、そこの企画で千鳥酒っていうのをやってて、その飲食店いろんなところにね行ってね、ちゃんと送迎の車もあったりとかして、ぐるぐるいろんな店に回れるよってスタンプをして、スタンプラリーみたいなのもやって、それ貯めたらこんないいことあるよみたいなやつをねやってたんです。その時になんかね、スタートのお店が決まってたみたいで、それが5時にシエスタから始まりますみたいな感じだったんですよね。その時にやっぱ始まりの店だから、なんかね、5時10分くらい前から外に行列ができてたの。それで、あれ、もうそういう時間、普段は6時までの営業なんですけど、千鳥酒の時はシエスタも9時までね、お酒の提供もあって9時までっていうのをやってて、でもなんかすっごい行列になってるぞとかって言ってたんですけどね、スタッフのみんなとね。それで私たちは普通にコーヒー飲んでたんだけど、なんかね、そろそろ席開けないとあれかもねとかって言ってね、それで立とうかなと思ったんだけど、ものすごい数の人がね、わーって来たの。それで、あ、これはちょっとだけなんかお手伝いした方がいいかもなっていうくらいすごい人が一気に入ってきたから、急遽お酒運んだりとかだけですよ、私なんでできることなんて、そんなことしかできないから、運んだりとか、なんかおつまみ運んだりとかっていうのをね、ちょっと手伝ったんです。30分くらいかな。それでね、お兄ちゃんが気を利かせてくれて、気を使ってくれて、あの時のお礼にっていうことで、今日ね、焼肉誘ってくれました。そう、すっごいね、お肉、去年かな、もうお兄ちゃんのお家にね、あそこの焼肉のとこお呼ばれして行ったんですけど、その時もね、丸ごとゴロンと焼いて切るっていうスタイルでやるんですけど、それがまたね、豪快でね、しかも美味しくてね、楽しかったです、今回もね。なんかそれをね、お兄ちゃんはね、ごと焼きと呼んでたんだけど、そんな名前は本当はないとかなんか言ってたけど、そう、でもごと焼きっていうね、丸ごと焼くみたいなやつをねやって楽しみました。で、まゆさんね、途中でね、バレトン、今日お昼のバレトン出てるから、それね、行かなきゃいけなくなっちゃって途中で行っちゃったんですけども、そう、でもね、結構夕方くらいは、夕方っていうかね、3時くらいまでかな、ちょっとゆっくりしてね、楽しみました。で、帰ってきて、実はね、私ね、あ、そうそう、シエスタ寄って帰ってきて、で、その後ちょっと家で寝ちゃったんですよね。そう。だからね、あっという間に夜になりました。それで、今はもうお腹が全然まだね、いっぱい食べたからいっぱいだから、今日夜ご飯はね、抜きましょうっていうことにしまして、もうこのままね、寝ちゃいたいと思ってますね。一回寝たけど、まだ眠いから寝ようかなと思っておりますよ。はい、そんな感じで、今日はね、これくらいにしておきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日。